はい皆さんどうも、MT、です。今日はあ千葉大のこんな過去問を見ていきましょう 8n の3乗プラス 40n が 2n-1 の倍数となるような整数 n をべて求めてくださいという問題ですで今回はですね実は補足が目的なんですね過去にこんな問題を挙げています千葉大で185とか一つ星の68番目の動画ですけど m の4乗プラス 14m の,の2乗が 2n プラス1で割れるケースとかですね。ま,あ、まさに同じ計算ですけど多項式が違うとでこちらは n2 乗,乗と 2n プラス1の最大公約数を求めてくださいというようなものです まあ互いにそうであることを証明するわけです。実はこれと これとこれが全部同じ本質なんですね。まあ、端的に言ってしまえばユークリッド情報なんですけれども、さて、えー、どういうことをしたんでしょうかということをやっていきます。で、その深掘りをしていきたいんですね。で、まだこちらをご覧になってない方は、もちろんこの動画の後にご覧になっていただいてもいいんですけど、補足の前にぜひともこちらを見てみてください。で、これはちょっとですね、今回のは割と簡単なんですけれども、こちらの方が実はちょっと難しいんですね。で、それを先に扱ってしまったんですけど、まあ、順序がそういう意味では逆なんですが、まあ、もちろんこれとこれをやって、この後の補足をぜひ 聞いていいいてたただきたいと思います方針としてはユークリット情報、まあ、これがもう本当に原理原則ですね、多項式とか整数に関してはもうユークリット情報以外、基本的には大学受験数学とかではまあこれこそがという感じです。 でそれが分かった人はもうちょっと楽することができて GCD の計算をするだけでもパッと答えが出てきてしまうということもあります、まあ、今回の場合、割る方の数が2 n の低一時式なので、まあ、割合、そういうこともまあ気楽にできるだろうという感じですね。ゆっくりと情報にしても GCD 計算にしてもというわけでまず早速これをまず解いてしまいましょうというわけで僕のチャンネルではこういうい過去問解説とかですね数学をより深めていこうというチャンネルでございます過去問を題材にしても、まあ、一般的な話と後の年あの演習とかも込みでやっていきますので ぜひとも、興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、やっていきましょう。はいというわけで、早速、まず括弧1の方針からやっていきましょう。とこれをこれで割ったユークリット情報を考えるということは、つまり何をするかというと、2 n 1ける何とか足す何とかという形にします。で問題のよしきで言っていることは、これがこれで割り切れるという意味ですから、割り切れるときは、これを 2n-1 も割り切る、もしくは、まあ、余りが0ということですね。ここが1で割った時にあの これを必ず約分するということでやっていきますなのでここが欲しいんですねですから一、まあ、つのやり方としてはもう定義通りやってしまうという手がありまして 40n を 2n-1 で割ってしまうということでやっていきましょう、えー、とまずここが消えてマイナス 4n2 乗になって 4n2 乗をプラス 40n というふうになって、えー、2n がたってマイナス 2n なので 42n になって21がたってマイナス21なので21というわけで こ,こが何だった 4n2 乗をプラス 2n プラス21プラス21というわけです。で、これは余りなんですね。したがって、あの余条件といいますか、これ割り切るということは、必要十分条件の 2n-1 が21を割り切るということですから、2n-1 イコール、プラマイ1、プラマイ3、プラマイ7、プラマイ21ということになって、 あとはもういいでしょうかこれはまああと 2n というのがじゃあ何になるかというと204-281、えっと、足すだけですから22のマイナス20で n がこれの半分ですから102-14-311-10と8つが出てくるということですねというわけでまあこれが一つの答えこれが全ての答えになっているということが分かりました でえー、ここでちょっと注意しておきたいんですけれども、この約数というあこの余りが出したいというだけなんですよね、結局これ,でこれがこれで割れるかどうかというのは、これここれで割れれでるかかどうかあこれをこれが割るかどうかなので、この余りだけ求めたいのであれば、ここの,あの、まあ、別解的にやっておくと、余りだけ出したいので、n イコール二分の一を代入すれば余りが出るわけですね、いわゆる乗与の定義というやつです。そうすると、8n3 乗プラス 40n に。 2分の1を代入するとこの時8かける8分の1 4 0る2分の1イコール 1+20 で21という風なものが出てあとは一緒ですねというやり方も一応ありますなのであのまずこういう構造が見抜けたら先ほど丸とか三角で書きましたけれどもここは別にどうでもいいんですねここだけ欲しいということであればこういうやり方もあるというわけですがまず勉強の段階ではこういう風にしっかりやっておくことも手だと思いますしまあここはどうでもいいということがまずきちんと理解していれば ここういうこともいいいいとともかなとは思いますで2番のやり方をやってしまいましょう。補足がちょっと目的なんで補足に時間を使いたいんですが GCD つまり余条件というのがですね GCD を使って次のように書き下します。つまり 8n3 乗プラス 40n と 2n-1 との最大公約数が 2n-1 であるということですね。倍数になるということはまさにこれになるということです。一一方で一般に この GCD なんですけど 8n3 乗プラス 10n と 2n-1 の最大公約数というのは割合簡単に計算できますつまり最大公約数の性質から片方を片方に c 倍して足したりしても何も変わらないんですね a たす ncbc ですねごめんなさいプラス、BC まあ、n にしましょうか n にして nb 倍して n 倍して b 足したりしても何も変わらないんですねすべての n に対して、まあ、多項式に対しても同じなんですしたがって、まあ、こういうことが分かっていればこれを まあ最高値をどんどん落としていきたいというわけで 4n2 乗倍して引けばまずこれが消えるのでそういうような方針でいきましょう 4n2 乗まず 40n が残るんですけどここにまずかかったものが出るので押するとマイナス1のマイナス 4n2 乗なのでこれが残るという感じですでそれを続けていきますつまり今度はこれを消すためにマイナス 2n 倍して引けば何が残るかというとマイナス 2n とマイナス1で 2n が残るんですけどこれと出し合わせると 2n やはり同じように21倍して引いたりすると21が残ると。 でこれ何してるかかかよく分かりますかねあの先ほどのユークリット情報というかあの筆算やってることと全く同じなんで、まあ、そういうことが背景にあってあの先ほどここに書いた A とか B の式も実は全く同じように証明されるわけです。まあ、基本原理は全てユークリット情報にあるので、まあ、こういうことがきちんと分かっている人はこういうちょっと記号の落差があるということですね。これがとても重要な記,あの記号なんですよ実は。なのでそういうことが分かっている人はまあそういうことをやってもいいというわけで一般にこういうことが分かっているのでこれイコール 212n-1 というわけで。 こういうことをちょっと計算しておけば余条件が必要十分のこれイコールこれということですからこれがまさに約数になっているというわけで 2n-1 が21を割り切るであとは同じですねというわけでこういうやり方もあるというわけですあとはここと一緒ですねはいというわけでどうだったでしょうかなかなか面白い証明だったではないでしょうかで補足がありますで補足なんですが そこはですね先ほどのあと前の185番とかの千葉大の方の問題で同じような解き方がですねここでやったようなこととかユークリット情報でバッチリやるとか、まあ、こういうふうに GC でやるということをきちんと説明しております。で、これでやるやり方もあるわけですね。これでちょっと試してみようとちょっと試みてみるとどういうことが起きるのかというのをぜひとも見てみたいんですが M4 乗プラス 14M2 乗が 2M プラス1で割り切れるようなことをちょっと考えたいということでした。 ここでやはり同じように、えっと、m これ0になるようなものを代入してしまえば余りが出る上位の定理の考え方でいくと何が起こるかというと m にマイナス1分の1代入すれば余りが出るはずなんですねそうするとこれがどういうふうになるかというと、えっと、1六分の1プラス1 4る四分の一というわけで1六分の1たす56ですから16分の57という式が出てきてしまうんですでこれを 2m プラス1ですか 2m プラス1で割,るが割り切れるっていうようなことになって、 るんんんですがこれなかか親と思いませんか、えー、と分数が出てきてしまったとで整数のはずだとで整数が有理数を割るっていうことになってしまうんですねちょっと意味が分かんないんです。っていうのは ユークリッド情報が的確に表現さあの厳密に表現するとです、ね、ユークリッド情報が有効なのはまず整数,の時は整数の中でユークリッド情報は適切ですね一方で多項式といった場合に何係数の多項式かが重要なんですねで一般には加減乗除ができる係数でしか基本的にはユークリッド情報というのは一般化されませんもちろんあの整数係数とかでも割る側の最高時係数が1とかだったら別に構わないとかいうのはあるんですけどそんなことどうでもよくて多項式の場合は 加減上場が自由にできる係数を持たないとなそういうことが一般化されないわけですねそうすると、まあ、最低でも、えっと、正式は、まあ、あまり定義しにくいものです、まあ、定義はできるんですけどあまりいい性質を持ちませんでこういうようなユークリット情報とかもなかなか厳しいものですユークリット情報を担保したければ有利係数ぐらいじゃないといけないんですですからこういうものの議論というのはすべて有利係数で本来多項式で扱う場合はしなきゃならないんですねつまりこの M4 乗プラス 14M2 乗を 2m プラス1マイナス1プラス1で割った時のここと m にしましょうね m と余り余りはまあ今の場合定数なのでここ1なんでねいいんですがここ全て有利係数なんですね有利係数の多項式なんです、まあ、ここは定数で有利数なんですねっていうのは、まあ、例えばこれこれで割った場合最高時係数2分の1が出てきてしまうのは当然ですから、まあ、ここが1とかだったらと嬉しいんですけど2とかだったら2分の1が早速出てきてしまうんですねですから まず有利数でしか話が通じないということが気をつけましょう。で、この余りが今16分の57ということが分かったんですね、この計算によって。で、あと何するかというと、これ両辺16倍すれば、実は整数のケースに整数を代入しても何の問題もなくなります。 で実際この QAM というのを計算してはやればわかるんですけど分母でたかたか16ぐらいしか出ないんですねというか整数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 なんでこれ整数係数になるほかないんですこれ16の M2 乗割るので、まあ、これがあの整形成になるということが、まあ、形からしてわかるというわけですこの段階において 2M プラス1がこれを割り切るかどうかを確かめればいいんですつまり 2M プラス1が8ああとごめんなさいね M4 乗プラス 14M の2乗割り切るかどうかというのが これで割れてこれこここでででるるとととといいううすすから、をね。ちょっと気をつけなきゃいけないのが16というのが偶数2のべきしか含まなくてここが奇数だからあまりそういうことあの細かいこと切らなくていいんですねつまりこれを割り切るということはこれを割り切るでこれを割り切ればえっとこれを割り切るということが実はここ16をかけても何の問題もないということがちょっと今この必要十分条件には必要なんですが。 必要十分条件には必要なんですけど、まあ、そんな感じのことであと 2m プラス1の約数が、まあ、19×3 みたいな形ですから、まあ、あのこれの約数プラマイ1プラマイ3プラマイ19プラマイ57みたいなことが分かってくるわけですね。という感じなんです。ですから 結構僕の解説でも飛ばし飛ばしやってるところありますけどユークリット情報で本当に大切なのは整数と多項式で両方同じ構造があるということただし多項式の場合は対の係数、まあ、つまり加減乗除ができるような係数でないと基本的には一般化できないということですあ,のあんまりこういう面倒くさいことをしなくていいのはこの最高時係数が1のときは確かにやらなくてもいいということもちょっと覚えておくと後々便利かもしれないですね はい。というわけで、いかがだったでしょうか。一つ橋の問題ですね。あの68番の方でも実はほとんど同じような感じで、つまり余りが1みたいなことなんでそ、そういうのもちょっと自力で試してみてください。でもよろしければこういうような上位の定理を使って余りだけが問題になるということをさっと見抜くことができれば、まあ、実はそんなに証明が大変ではないということですから、そういうことを皆さん自身の手を動かしてちょっと自力でやってみてください。で、もしできたと自信のある方はぜひともコメント欄に少し残しておいてください。えっ、ー、と、68ですね。結構タイプするのはめんどくさいと思うんですけど、ぜ、ま、ひ、あ、ともやっていただけると、えー 僕も必ずコメントを返しますので、えー、皆さんよろしくお願いしますというわけでこの動画が面白かったと思う方は是非ともチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いしますというわけで次の動画もご覧くださいさよなら